名古屋の皆さん、こんにちは。日本維新の会共同代表の馬場伸幸でございます。今日はね、もう梅雨明け、非常に今年の梅雨は最速最短で終わりました。暑いですね。もう何回言っても変わりませんけれども暑い。それより暑いのはね、今現在行われています愛知県の参議院選挙。これはね、この夏一番の暑さです。大激戦と言われています。日本維新の会ね、今回は自信と責任を持って皆様方にご推挙させていただいていますのが選挙区で広沢一郎さん。もうね、名古屋市民の皆さん方おなじみ広沢一郎さん。この間までね、名古屋市で河村市長の下で副市長やってきました。そしてね、その次には教育長に任命しようと河村市長考えてたんですね。ところが皆さんね、仕事をやりすぎて嫌われてました。改革をやるから嫌われる。教育長はね、これ議会の同意がいるんですね。議会の同意だからね、市議会議員に嫌われていると教育長になれないね。従ってなれませんでした。改革をやっていたから嫌われていたんですね。皆さんね、今の時代改革改革と政治家言いますけれども、本当の改革やるとね、嫌われます。維新の会、今まで嫌われ続けて改革やってきました。これ大阪でね、維新の会というのは大阪で生まれた政党、もう結党して12年が経ちました。この間ね、河村さんともタイアップをしながら歩みを進めてまいりました。維新の会がね、最初にやったこと、皆さんと一緒に思い返してみたいと思います。維新の会は12年前、身を切る改革というものからスタートしました。税金で暮らしをしている方、税金で暮らしをさせていただいている議員がまず自分の身を切るということなんです。これね、自分の身を切るなかなかできません。大阪では議会議員の定数2割21議席一遍にカット、そして報酬3割カット、これ今もやっています。3割カットずっとやっています。でこれをやるとね、まあ中にはそんなに大した金額じゃない、ないんじゃないですか、そういうことをおっしゃる方もいらっしゃいます。でもね、金額の多い少ないんじゃない、政治家が自分の身を切ることによって改革の覚悟を示しているんです。ですからね、それを見た公務員の皆さん方は、なるほど、この政治家たちは覚悟をしているんだな、改革をするのが本気なんだな、そういうふうに感じてくれます。日本の公務員の皆さん方優秀ですから、どの事業が無駄なのか、どの税金が無駄に使われているのか、よーく分かっています。そういうことを次から次へと改革をしてくれます。そうするとね、財源が生み出される。財源が生み出されると、それで借金を返す、またまた新しい事業に投資をしていく。大阪ではね、教育は無償化、幼稚園保育園から大学高等教育に至るまでほとんど無償なんです。これね、約10年間かけてやってきました。私たちはね、こういう身を切る改革から成長へ持っていく、分配をしていく、改革から分配、改革から成長、こういうことをね、信条としてやってまいりました。これを皆さんね、ぜひこの愛知県でもやらせていただきたいんです。そしてね、全国にこの改革を広げていく。どういうことをするかはね、
その地域地域に合った改革をやればいいんです。そして、ね、最終的には国でも大改革をやらせていただく。今ね、岸田内閣なんて言われていますか？無策無敵内閣、こういうふうに言われてるんです。何にもやりません。全く新しいことをやらない。前例慣例でこの国の運営というものをやっています。ですからね、皆さん、岸田内閣ピリッとさせなければなりません。もうね、今回の参議院選挙も岸田総理、今回の選挙の総責任者、2日ほど前から外遊に行ってね、今日本にいません。大事な大事な会議かも分かりませんが、もう今日本にはいない。マスコミのいろんな調査、皆さんご覧になられていると思います。マスコミのこの参議院選挙の調査、すでに自民党対象化、これもうそういう活字が踊っています。ですからね、自民党はもうタガが緩んで、もうぬるま湯に使っている状態。あのね、この選挙ももう勝つということで、皆さんね、もう自民党に票を入れないでください。自民党に票を入れてもこれ以上勝たしても何の得もありません。ですからね、この選挙では自民党をピリッとさせる、そういう勢力をね、皆様方で育てていただきたいんです。私たち日本維新の会は元祖改革政党、提案型野党というものをずっとやってきました。今の物価高騰対策、文句を言っているだけではありません。我々は長引くこのコロナの影響、そしてロシアがウクライナに侵攻して、やっぱり国民生活に大きな影響出てくるだろう、そういうことを春から分かっていました。ですからね、党内でいろんな議論をして国民の負担を軽減させる、そういう法案を実は4月の21日に国会に提案をしています。で、この法案の柱は3つ。1つ目、ガソリン税です。ガソリンは皆さん方ご存知のようにたくさんの税金がかかっている。今名古屋愛知ではいくらでしょうか？リッター170円ぐらいですか？昨日長野にいたら、ガソリンスタンドの前を通ったら、なんと長野では1リッター183円ガソリン、ね、まだまだこの愛知名古屋でもガソリン上がっていきます。間違いないです。ですからね、今政府はこの卸元に補助金を出すという、靴の上から足をかくようなことをやっています。私たちはガソリンにかかっている暫定税率、これ正式には当分の間税率と言いますけれども、実は当分の間じゃない、5年も10年も15年もずっと課税されてるんですよ皆さん。このね、暫定税率25円10銭、これを廃止しよう、それが我々の考え方です。これ廃止すると170円のガソリンはすぐに145円になります。これ一つ目の柱。そして2つ目、エネルギー問題です。電気がね、もうこの夏から冬にかけて足りないんじゃないか、そういうふうに言われています。今政府どう言ってるか、節電をお願いします。節電をしていただければ2000円相当のポイントをお渡しをします。何か電気が足りないことに役に立つんでしょうか？私はこれ役に立たないと思いますよ。しかも経産大臣、経済産業大臣どう言っているか、この夏は暑いですから、家族が家で過ごすときには皆さん同じ部屋に、一部屋に集まって暮らしをしてください。昭和じゃないんですから、一つの部屋に家族が集まって一日過ごすというようなことできるわけありません。ですから今ね、求められているのは節電ではなしに発電、節電ではなしに発電なんです。発電どうするか、日本にはね、新しい安全基準に基づいて太鼓判、
この原発安全ですよという太鼓判が押されている原発が17基あります。うち稼働しているのは5基、ですから12基の原発が安全というお墨付きをもらっているにもかかわらず、今休眠状態。これをね、一時も早く、今非常事態ですから再稼働をしましょうというのが、これ2本目の柱です。そして3本目の柱、消費税の軽減税率です。他の野党、日本維新の会以外の他の野党も消費税の問題には触れています。減税をしましょう、消費税をなくしましょうね。まあそれなりにいろんなご意見あるかも分かりませんが、なかなか消費税を一律減税するとかなくしてしまうとか、物理的に難しい部分があります。ですから私たち維新の会が言っているのは、消費税の軽減税率、これね 8% 食料品をお買い求めになると軽減税率 8% です。これきちっと制度設計されてますから、この軽減税率を物価高騰の折には 8% を 5% に下げる、それでも効果がなければ 3% にする、それでも物価が上がっていくようであれば 0% にすると、そういうね、機動的な軽減税率の圧縮というものをやればいいのではないかと、そういうふうに考えています。もう皆さん日々ね、日常毎日そうやって飲み物とかね、食料品買うでしょ。もう毎日必ず使うお金、食料品はね。ですからこの軽減税率を弾力的にいろんなパーセントに動かすことができるようにすると、これがね3本目の柱です。日本維新の会は物価高騰対策、国民の皆様方の負担をできるだけ軽くしよう、そのためにガソリンの暫定税率を廃止させる、そして安全基準に合っている原発を非常事態の場合再稼働させる、そして消費税の軽減税率を 8% から機動的に動かしていく、こういうことをひとめにした法案を4月の21日にすでに国会に出してるんです。はあ、なるほど、日本維新の会なかなかいい法律を出しているんだね。そういうふうにね、今の話聞いて思っていただいている方たくさんいらっしゃると思います。これね、残念ながら国会では議論されない、していただけない、議論のテーブルに乗らない。なぜか、日本維新の会がまだまだ小さい政党だからです。昨年の秋の衆議院選挙で日本維新の会の衆議院議員皆さん方のおかげで11名から41名にしていただきました。これでね、衆議院での発言力、影響力すごく大きくなりました。本当に皆さん方のおかげです。何が変わったか、例えば衆議院の憲法審査会、昨年一昨年までほとんど開かれませんでした。しかしね、私たちが41名になったら、立憲民主党や共産党、今まで絶対に憲法審査会開かせない、そう断言していた政党が抗われなくなりました。ですからね、先の通常国会では憲法審査会なんと15回開かれたんです。これね、史上最高。これもね、皆さん方が昨年の総選挙で維新の会の候補者を応援していただいた、比例の票は維新の会と書いていただいた、その力が結集してなんとこういう状態になっている。本当にありがたいことです。次はね、今申し上げた国民負担を軽減する法律、ガソリン税の暫定税率の廃止、原発の再稼働、消費税の軽減税率を弾力的に動かしていく、このね、3本の柱をやらせていただきたいんです。そのためには今回の愛知県選挙区、この広沢一郎さん、ね、もう政治家も経験しましたし、そして行政内部にもいて、中枢部にいて働いてまいりました。
改革をしすぎて嫌われ者になりました、ね、ですからね、こういう方を愛知県の代表選手として3人に送っていただきたいんです。ベンチャー2社成功させてます。ベンチャー2社をね立ち上げた、そういう実績も持っています。そして比例代表の方はそのお隣に中川健一さんいらっしゃいます。もう彼もね地方議員経験者、その地域地域で本当にどういうことが求められているのか、どういう改革をやるべきなのかよーく分かっています。こういうね即戦力のメンバーをぜひ国政に送っていただきたいと思います。自民党は政権に復帰をして十数年経ってタガが緩んできています。今ぬるま湯に浸かってああ気持ちいいな、そういう風になりつつあります。本来この自民党に活を入れる、自民党をピリッとさせる、そういう役割をするのは野党第一党の立憲民主党です。しかしね、自民党がぬるま湯に浸かっているその横をふっと見たら立憲民主党もぬるま湯に浸かってますから、皆さんね全然野党筆頭の機能を果たしていません。ですから皆さん、もうね私たち日本維新の会をまず今回の参議院選挙で野党第一党のポジションに押し上げていただきたいんです。それは何か、参議院の比例代表の票で立憲民主党より1票でも多く票をお任せいただきたい、立憲民主党より比例代表で1票でも多く票をお預かりできれば、これは事実上野党第一党のポジションになります。ですから皆さんね、これからの日本の政治が今までの現状主義、前例慣例主義、そういうものじゃなくてやっぱり日本大改革して、これからの日本全ての国民が夢や希望を持っていただける、そういう国づくりに私たちと一緒に参加をしていただきたいんです。大阪では私たち維新の会とそして他の政党が改革競争、改革合戦をやって住民の皆様方に大きなメリットが誕生しました。次はね、国の中でも自民党と日本維新の会が改革競争、改革合戦をやらせていただきたい。そうするとどん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 改革をするとメリットがあるのは国民の皆さん方です。国民の皆さん方にいろんなメリットがどん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 誕生してくる。私たちはね、そういう国会とこれからの日本の国の在り方を考えています。その代表選手として広沢一郎さん、本当にね皆さん方よろしくお願いしたいんです。そして中川健一さんも比例代表の候補として国政に送ってやっていただきたいんです。私たちと一緒に日本大改革にチャレンジしていきましょう。どうか愛知の皆さん、名古屋の皆さん、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。